字は大きいんですが広がりが出ない。中をいっぱいに書いて小さく書いて大きく見せるっていうのは、注意深く観察して、書いていただければ。今回の課題は少し細めに、の線で書いてありますね。こういった風のようにこう周りからこう囲まれる字がありますね。こういう字の場合っていうのはつい周りを広く書いて中をちまちまと小さく書いちゃう人があるんですよね。そうするとこの中に空間がいっぱい入っちゃいますので、字は大きいんですが広がりが出ないですね。ですのでこうやってあの囲まれる字っていうのは少し懐を絞りながら中をいっぱいに書いて
ね、そうすると、文字自体は小さいんですが、広がりが出てくるということですね。だから字の中にあまり無駄な空間を入れすぎると、なんかちまちまっとした感じでゆったり感が出ませんね。ですので小さく書いて大きく見せるっていうのは、まあこういったところっていう字もそうなんですが、字のこの懐の中に無駄な空間を入れないってことですね。これが一つですので、そこら辺をこう意識しながら注意深く観察して書いていただければと思いますね。